ブレスト合同とは1596年にウクライナ東方カトリック教会が成立した教会の合同を言う。ブレストの一キリスト教の教会は11世紀には東方正教会とローマカトリック教会に分かれていたが、ブレスト合同はカトリック国である。ポーランドリトアニア教は国領であったルテニアに限定された形でローマ教皇のもとに 分裂した状態の両教会を合同させようとしたものである。ブレストで教会合同会議が開催された結果、コンスタンディヌーポリ創主教の被護下にあった正教会のうち、主に主教などの行為聖職者の主導のもと、一定数の教区、教会が東方天礼を維持することと、教会運営に関する高度な自治を条件に、ローマ教皇の管轄下に入った。ただし口述するように、 ブレスト合同は合同推進派の合引かつ請求に過ぎる手法やローマ教皇の管轄のもとに入るという形での合同に反対した少なくない正教会の一段の動向によって不徹底なものに終わり、ウクライナにおけるすべての教会がウクライナ東方カトリック教会に再編されたわけではなく、引き続き正教会に止まる教会、信徒も少なくなかった。ウクライナの教会は、 東方天霊カトリック協会の一員たる、ウクライナ東方カトリック協会と、コンスタンディヌーポリ総主教庁の庇護化に留まった、聖教会とに分裂することとなった。後者は、現代のウクライナ聖教会に発展する。ポーランド王、ジグムント三世ブレスト合同成立の時の、ポーランド王は、ジグムント三世であり、モスクワへの進行も行った上で全ロシアのカトリック化を、モクロムなど、 積極的に支配領域の拡大とそのカトリック化を図る人物であり、熱烈なカトリック信者であった。ポーランド王は支配下に置いた教会に対して大きな裁量を持っていた。その対象は相手がカトリック教会であるか正教会であるかを問わなかったが、ポーランド王はカトリック教会を報じており、すでに東西教会の分裂が確定して久しい16世紀において、 ウクライナの聖教会は支配者であるポーランド王による圧迫に耐えなければならなかった。ウクライナの聖教会の指導者たるキエフ不主教をはじめとした各教区の主教たちの任命は王の死意に任されていた。国王に指名される者は大概は貴族であり、任命以前には俗人であることがほとんどだった。教会に通行していない世俗貴族王が主教に選任することによって、 ウクライナの正教会には混乱がもたらされ、高位聖職者は腐敗していった。キエフ・ペチェールシク大衆動員。現在、モスクワ総主教庁の庇護下にある、ウクライナ正教会が干渉している。王の思惑によって選ばれるものでしかなくなった、高位聖職者たちの大半が腐敗していくウクライナの正教会にあって、正教会の後押しをして、復興を図っていったのが、俗人正教とたる。 大貴族であり、都市民の団体であった。前者の代表的存在が、コンスタンティン・オーストロジスキー公、仏ビチ一族であり、後者の代表的存在が、各都市に創設された、兄弟団である。当時ポーランド・リトアニア・ウクライナでも、爆発的な伸びを示していた、改革協会をはじめとするプロテスタンティズムの浸透、及びそれに対抗する。 イエズス会によるカトリック復興活動の強撃にあって、聖教会の擁護に熱心に取り組んだのは、こうした俗人聖教徒たちであった。また、こうした俗人聖教徒の活動の担い手の中には、ロシアからの亡命者たちも多数含まれていた。聖教徒の大貴族たちは、教育機関や印刷所を創設するなどして、一般信徒の啓発を図った。兄弟団も、 同様の啓発活動に従事するとともに、病院までも建設するなどして、活発な運動を行った、コンスタンティン・オストロジスキー公ただしこの時、オストロジスキー公をはじめとして、カトリックの支配者による圧迫に対抗するために、プロテスタントと限定された範囲でのこととはいえ、連携を図る者もいたことや、その俗人性教徒たちの活動に、 プロテスタント的傾向をみなした、聖教会の上層部指導者の思惑から、ウクライナの聖教会には亀裂も生じていた。ことに、リビューにおいては、リビウ教大団とリビウ主教ゲデオンバラバンの間の対立が緊迫したものとなっていた。上からのカトリック国家からの圧力と、下からの俗人聖教徒による突き上げの板挟みにあって、ウクライナの聖教会の好意聖職者たちの間には、 ローマとの合同を受け入れる心理的前提が出来上がりつつあった。こうした難しい情勢下にウクライナ・ロシアを歴訪していたコンスタンディヌーポリ総主教イエレミアス2世はリビューをはじめとする各地で兄弟団に好意的な裁定を下していった。イエレミアス2世としては歴訪中の施策をウクライナにおける正教会秩序の再編に結びつける意図を持っていた。 ようであるが、こうした施策はかえって後位聖職者たちのコンスタンディヌーポリ総主教長からの離反を招く要因となった。また、イエレミアス2世は、ポーランド国王によって選ばれたキエフフ主教、ミハイルの女性を認める一方で、彼を牽制する意図を持って、キリル・テルレツキーを総主教代理に任命したが、こうした中途半端な施策もキエフフ主教のプライドを傷つけ、 好意聖職者たちの離反と混乱につながるものであった。しかもキリル・テルレツキーは、後にローマとの教会合同の先兵となり、人選も誤っていたことが後に明らかとなる。なお、イエレミアス2世が、ポーランド領内を歴訪できたのは、イエズス会に批判的であった、ポーランドの官房長官、ヤンザ・モイスキーが、国王に、イエレミアス2世に対して、 旅行認可の特許状を出すよう働きかけたことが背景にあった。一方、カトリック教会はウクライナにおいてもプロテスタンティズムが爆発的な慎重を見せる事態を前にして、対抗宗教改革の一環として、イエズス会が中心となって、カトリック教会のウクライナロシアに対する浸透を図る諸活動が行われた。この時行われた、犯罪教会。 反プロテスタンティズムの宣伝活動と啓発活動、事前活動は一定の成功を収めた。当初、カトリック教会は最終的に全粒子のカトリック化及びカトリックの元に行われる教会合同を目論んでいた。これはフィレンツェ公会議が当時も有効だと考えていたカトリック教会の認識が基礎となっていた。ただし百八十二年、聖教会との事前の合意なしに、 教皇グレゴリウス13世が新歴を導入したことは、ウクライナの聖教会に同様を引き起こし、同地の聖教会は、新歴の受け入れを拒否した。暦の変更は教会にとり、祝われる祭日を設定する重要なものであり、日常の方針例に直結するものであった。このことは、本校で公述するブレスト合同の成立において、広範な教会合同が成立するのを妨げる。 要因の一つとなった。なおこの時、コンスタンディヌーポリ総主教イエレミアス2世も、グレゴリオ歴を否認している。1923年に、コンスタンディヌーポリ教会は使用する暦を、ユリウス歴から、グレゴリオ歴に月日を合わせた修正ユリウス歴に変更したが、これも厳密には、グレゴリオ歴ではない。現在でもエルサレム総主教庁、グルジア正教会、ロシア正教会、 セルビア正教会、日本正教会などは、修正ユリウス歴も、グレゴリオ歴も使用せずに、ユリウス歴を使用し続けている。さらに、教会行動を推し進める、人々の行動や、会議の進行が請求に過ぎたことも、ブレスト行動を不完全なものにする一因となった。先術した、当時の背景をまとめる、以上の背景から、ブレスト合同が成立し、東方天礼を守りつつ、 ローマ教皇の権威と権限を認める、ウクライナ東方カトリック教会が成立した。戦術した社会的背景のうち、ブレスト合同が不完全なものに終わった要因は、以下の通りである。クレメンス8世キリロスルカリス1596年10月5日、合同派と合同反対派聖教徒の双方が、ブレストに集合した。ブレストの大聖堂において、教会合同会議が開催されたが、 その期間、主教イパーチーポティの命令により、ブレスト中の大聖堂以外のすべての聖堂が閉鎖された。合同反対派は大聖堂に招かれず会議への参加を許されなかったばかりか、集会に聖堂を使えないこととなり、やむを得ず、大貴族の家を集会所として使わざるを得なかった。この時期の合同派のやり方を赤き日に目にして、合同反対派としてブレストに来ていた。 アレクサンドリア総主教大代理切りろするカリスは強烈な反感を抱き死ぬまで反動マカトリックの姿勢を鮮明にし続けた。後彼はコンスタンディヌーポリ総主教となる合同賛成派によるブレスト合同の宣言。編集10月9日、教会合同賛成派は大聖堂においてウクライナ教会のローマカトリック教会との合同を宣言。合同受け入れを拒否する。 正教会のすべての修道士と司祭を破門した。ここに、ウクライナ東方カトリック教会が成立した、教会合同反対派の宣言、編集同日、合同反対派の会議において、総主教代理、ニケフォロスは、合同派の不主教及び、主教の職と職権の剥奪を宣言、同会議は合同の受け入れを拒否した。ポーランド王のブレスト合同承認、編集両会議は、 ポーランド国王にそれぞれの決議の承認を要請したが、ジグムント三世は当然に合同派会議の決定を承認し、ウクライナ東方カトリック協会の権利と特権を承認した。合同に反対した正教会のコンスタンディヌーポリ総主教代理、ニケフォロスは合同派によってトルコのスパイとして球断された後投獄され、合死した。ウクライナ東方カトリック協会は、 ウレスト合同以降、聖教会のすべての教会建物と領地を要求し、多くの聖教修道院の獲得に成功した。聖教徒が飛行期待できたのは、オストロジスキー公などの聖教徒大貴族の支配する都市や地域に限られた。1599年には、ウクライナの聖教会とプロテスタントとの間で、カトリックに対抗して、自らの権利を守るための協定が締結されるに至った。 しかしながら、ウクライナがロシア正教会を報じるロシア帝国に組み込まれていく過程で逆にウクライナ東方カトリック教会の立場が極度に悪化、無心論を掲げたソ連の下でも激しい弾圧を経験することとなった。ブレスト合同以降のウクライナ東方カトリック教会の詳細な経緯についてはウクライナ東方カトリック教会を参照。また、 この合同が、全東西教会の合同への動きに現代に、至るまでもたらしているマイナス影響については、東西教会の分裂の項を参照。リビューの聖ーラ大聖堂、ウクライナ東方カトリック教会の聖堂、1744年から1760年の間にバロックロココ様式で混流された、ウクライナ東方カトリック教会この訳語、日本語名には様々な右翼曲折があるが、 本校では、東該協会の成立以降の名を、現在用いられている、標準的な故障に準拠する。何年を東西協会の分裂の確定した年代とするかには、様々な見解がある。詳細は、東西協会の分裂を参照されたい。本校では、一応、通俗的に分裂の象徴的年代とされている1054年に、従って記述した。この時、 ロシア正教会のモスクワ総主教の管轄は、ウクライナまでは及んでおらず、ウクライナの正教会を非護下に置いていたのは、コンスタンディヌーポリ総主教長を中心としたギリシャ系教会であった。ルーシの正教会が、このようないわば分裂した管轄形態を取るに至るまでには、主に15世紀において、右与曲折があった。また、ウクライナ正教会の歴史には一貫して、 管轄をめぐって複雑な問題が付きまとっている。ABG ベルナツキー、P283P286、ABCG ベルナツキー、P295P297 ハット G、ベルナツキー、P298P299ABG、ベルナツキー、P299 イエレミアス2世モスクワの総主教育を承認し、 ルーテル教会との接触を最初期に言った際に、宗教改革を否定したことでも有名な、コンスタンディヌーポリゼンチ総主教であり、東西教会史において、極めて重要な人物である。ABG ベルナツキー、P300 この項の参照箇所、G ベルナツキー、松木エーザ、東西ロシアの霊名モスクワ公国と、リトアニア公国300ページから302ページ、ユニエイト教会という故障もあるが、 これは一般に別称とされることが多い。他にも様々な故障がある。詳細は、ウクライナ東方カトリック協会を参照。当時、コンスタンディヌーポリ総主協長は、トルコの支配下にあった。ありがとうございます。